どうも、たけしさがです。ガオ競馬1年の総決算、有馬記念、やってまいりました。いや、この1週間、いろんな馬にね、いろんな思いを馳せた1週間でした。きっと、競馬ファンの皆さんもそうだったことだと思います。皆さんは、どの馬にどんな夢を乗せたんでしょうか？私の夢はこちらになります！じゃじゃん！もう負けがですね、結構混んでますので、3連単で勝負したいと思います。対面はですね、やっぱり選べなかったです。クロノジェネシスエフフォーリア、1、2、3着、どこに入っても当たりという馬券を買っております。全組み合わせ買っております。それでこの星マークのところですね、2、3着のどちらかにこの星マークのところに書いてある6とこのいずれかが入るという馬券を買いました。ですんでクロノジェネシスエフフォーリアが1着から3着に入んなければ終わりというそういう馬券になります。全24通りですね。基本各1000円ずつ買っておりますが、ガミらないようにそこはちょっと調整をしております。それではレース観戦映像の方行ってまいりましょう。もうマジで金ないよ。緊張してきた。めっちゃ緊張してきた。さあ、ぼちぼちファンファーレですかね。皆さんも一緒に手を叩きましょう。さあ、ファンファーレ。タイトルホルダーが今ゲートイン。まずはスタート、スタート、よし、とりあえず出たね。オッケーオッケー。さあ、予定通りパンサラッサが出たのかな。さあ、クロノとエフフォーリアどう。さあ、クロノジェネシスは7、8番目かな。エフフォーリアどこ行った。さあさあ、黒の悪くないんじゃないかな。エフフォーリアどこだろう。あ、エフフォーリアもちょいその後ろにいるね。まあ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 、オッケーオッケー。さあ今ね、スタンド前、ここであんまり焦らないでほしい。さあ、まあ隊列的には想定通りかな。パンサラッサからのタイトルホルダー。さあ、エフフォーリアも落ち着いてる。黒のも打ち回ってていいね。さあ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 、コーナー今回多いですからね。どうなんだろう、意外とスローなのかな。思ってたよりちょっと緩いのかな。どうなんだろう。パンサラッサはとりあえず今大逃げしてる。その後ろを追うようにタイトルホルダーで、タイトルホルダーももう単独で走ってるようなみたいな状況ですね。さあ、ウィンキートスが3番手かな。ウィンキートス買ってますよ。さあ、ペルシアンナイトもその後ろ買ってますよ。ディープボンドも買ってます。さあ、クロノ頑張れ。エフフォーリアとクロノが今並んで走ってるような状況で、エフフォーリアが今クロノの前に出たような感じ。さあ、最後方が浅間のいたずらね。今一番後ろが浅間のいたずら、これ買ってますよ。まあ、まずはね、エフフォーリアとクロノジェネシスですよ。さあ、最後のコーナー来た。エフフォーリアがぐっと登ってんのかな。さあ、クロノどうだ。さあ、クロノ、さあ、クロノどうだ。ちょっと画素が荒い、わからん。ちょっと待って、エフフォーリア来てるね。エフフォーリア来てる。クロノはクロノ、クロノ、クロノ来てる。よし、クロノ来てる、来てる来てる来てる。9番も来てる。よっしゃ、乗った。けさあ、あー、よかった、乗ったぞ。多分取った。あー、エフフォーリアナイス。ちょっと待って、クロノは取ったよね。さあ、払い戻し出ました。3連単の倍率が 71.8倍で、1000円買ってますんで、7万1800円の戻りでーす。しゃー
で、まあこんな感じでね、ここまでの終始有馬記念勝ったんすけども、実はこの秋の G1 で言うと1万3300円ほどまだ負けてると。ただ実は JRA これが最後じゃございません。来週の火曜日ホープフルステークス、こちらで締めとなります。ですのでこのまだ足りてない1万3300円、まあ、今回の勝ち分でですね十分勝負できますので、ここできっちり勝ちを狙いに行きたいと思います。はい、というわけでね、エフフォーリア本当に強かった、そしてクロノジェネシス本当にお疲れ様でした。いろいろいい思いも悲しい思いもさせてくれた思い入れのある馬でした。無事に引退レース走り切れて本当に良かったなと思います。さあでは気持ち切り替えまして G1 最終戦しっかり取っていきたいと思います。また応援よろしくお願いします。勝ったぞ有馬記念。